嵐が訪れようとしている。空位となった帝国の玉座を大気が戦の気配で満たされる。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。時に第二期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。今回からね、ハイアイル新しく6月6日に、発売されました。発売されたというか配信された、拡張パック第何弾だろう。ちょっと待ってね。モロウィンド、まあモロウィンドか、一番最初で、サマーセットで、エルスウェアで、グレイムーアで、なんだブラックウッドで、ハイアイル6段目だね。いやー、だいぶね、増えましたね。というわけで、今回も、ストーリーの方を、まあ、やっていこうかと、まあ、思っているんですけど、今まではね、まあ、生配信で、やってたとは思うんですが、今回からですね、まあ、こういう拡張パックに関しては、ちょっと動画でやっていこうかと思っておりますので、何かね、質問等、何か聞きたいことをございましたら、動画のコメント欄で、いただければと。まあ、分かり次第、分かるものは、お答えしますし、まあ、できるだけ早く、まあ、お答えしようかと思いますので、よろしければね、そちらの方で、お願いいたしますと。いうわけで、まあ、前置きはもういいでしょう。ね、やっていこう。どれだこれか。というわけで、導入クエストは、ね、どっかでやりましたね。まあ、ですので、そちらの方も、一回、ここから見る方は、まあ、できればね、
導入クエスト、何だったっけなあれ、名前忘れちゃったけど、まあ、ハイアイルに、関連した、ジャカーンのクエストがございますので、そちらの方を、ご覧になってから、こちらの方を見ていただけたら話の流れがね、辻褄合うのかなという感じなので、よろしければお願いいたします。というわけで、じゃあ今日はからウェイレストの、港ですね、南にある、その前になんかなかったっけな、コレクションストーリーチャプターハイアイル、これだね、クエスト自宅、これだ。こっから始めましょう。騎士とアクト開始。レディー・アラベル・ダボーと話すと、ちょっと見てみましょうか。日記クエスト、いろいろ余計なの受けてんな揺るぎなき者の会は全同盟にとって極めて重要な問題を支援するため、あらゆる屈強な冒険者たちをシストレス諸島のハイアイル島に呼び寄せている。ゴンファローネ湾の町にいるレディー・アラベル・ダボーと会って詳細を確認する。ゴンファローネ湾の港へ行ってレディー・アラベル・ダボーと話そうと、いうことですね。マップでいうところのここですと。ゴンファローネ湾、じゃあ行きましょうか。まずはこのちっちゃい船に乗ってハイアイルへと行くと。うん、さて、じゃあもう観光でね、ちょっと一回来てますので、まあ皆さんももうね、買っていらっしゃる方はこの辺りいろいろ探検したかと思いますので、まあちょっと話せる人とは話していこうと思ってますけど、衛兵とはさすがに、衛兵の格好ちょっと見てみよう。かっこいいよね、これ。なんだろう、これなんだろうね、このモチーフ、新しいモチーフだね。シストレスのみたいな感じ、ちょっとないかな。セットじゃねえよ。コレクション、リスタイル、防具、なんかありそうだな。増えてるから、あ、これだ、シストレスの守護者の胸プレビュー。あ、やっぱ同じだね。うん、いいなこの鎧。うん、いいですね。ちょっとね、私のアランもちょっとだけ、まあちょっとだけっつってもいつもと変わらないんだけどあのコンセプトは変わらないんで、多分大した変化ないんだけど、手と足ね、これね、新しく追加されたモチーフ、揺るぎなき者の会のモチーフですね。うん、いやー、ストーリーをやるのはこっからがね、私ここまでストーリー、メインストーリー全然触れてきてないので楽しみですね。ちょっと待ってね、食事を食べようまずは食事を食べよう。これは何だろう、新メンバー求む、テイルズオブトリビュートをプレイするか、タムリエルを席巻しているこのゲームのルールを学びたいか、ロイスターズクラブのゴンファローネ支部に来て仲間を探せ、私たちはいつも新メンバーを求めている。この辺りもちょっとねやっていこうかなと思います。うん、観光でねちょっとやりましたけれども、クエストがあるらしいんですよ。アービー・ボアサールさん、せいぜい気をつけなさい。ハイアイルにはあなたが求めるものはない。嵐吹く海と飢えた波があるだけ。ちょっと待って、後ろでなんかすげえことやってる気がするんだけど後ろで何をやってるの、鶏をさばいているの、いや、なんだろう、これもしかしてスイートマーザーなんじゃないの、スイートマーザー、スイートマーザーなんじゃないのこれ大丈夫なんかやってるね、アービーがなんかやってるね。ちょっと待って、これはやべえなこれやばいね。この人には喋れないの、話しかけれない、ファローさん、ファローさんとは話しかけれない、何かの儀式をしています鶏
鶏をナイフでぶっ刺して。怖いなあ。あ、ベロイズ家の、あ、これでも行ったね、あの観光なんか普通に入れる家もあるね。さてと、まずはレディ・アラベルと会話する。ララヘイ。おいおい、どんどん叩くのをやめさせろってんだよ。寝ようとしてる人もいるんだから。どこの話をしてるどんどんさせるのやめさせてって言ってるよ。何なのかな、なんか頭の中での話なのかな。チャーベル。結び目作りは芸術だ、うん、船乗りの世界ではとりわけな。あ、船乗りなんだ、ね、慣れるまで長い時間がかかる。なるほど、確かにね、船乗りのね、あのもやの結び方はねちょっと特殊ですから。もやだっけ、もやい、うん、なんかあのあれよ、あの港によくあの出っ張ってるさ、船を係留していくためのなんかこう、ね、縄をかけとく出っ張りあるでしょ、うん、あれに縄をかけるなんか結び目、うん、あの話でしょ。まず誰、ウッドエルフの船乗りに教わったんだ、うん、記録を抜いてやる。リフティングを、うまいんだよね、すごい。ボールがもうほんと回転もしてないし。あ、うまい。ブラジル代表かな、もしかしたら。この人はラズラさん。なんかあれだね、話しかけてもさ、あの話せない NPC もいるけどさ、あの話すボタンを押すとこんにちはとか言ってくれる人いるのよ、うん、最近の拡張パックとか新エリアではいないね。レインさん、レインさん。あら、あなたと話をしたいのは山々だけど、この船に装備を積まなきゃならないのよ。じゃあね。すいません、なんか仕事の邪魔してね。なるほどなるほど。あ、ここにはナビゲーターがいる。ジャカーンがいるぞ。どうしたここで。レディ・アラベルは外部の視点を求めてるんだ。自己紹介に行きたいなら、彼女はゴンファロネ湾の港にバカロ教と一緒にいるぞ。バカロ教。問題は何か知りたいのか。行方不明の船が関係してるんだ。とにかくレディのところへ行ってジャカーンに言われてきたと伝えてくれ。俺は彼女のお気に入りなんだ。うん、レディ・アラベルに借りがあると言っていたな。長い話さ。たくさんの乙女と数人の貴公子、そして彼女たちの心を奪った魅力的な悪党にまつわる話だよ。それからそれに巻き込まれた衛兵のな。ありがたいことにレディ・アラベルは俺の善行の責任を取ると言ってくれてね。それで彼女に借りができたってわけだ。なるほどね。他に新しい話はあるか。じゃあか、想像できるだろう。毎日が新しい冒険さ。ヘガテから香辛料を密輸してしばらくはうまいことやってた。結婚は二度した。結婚したんだお前。あ、いや待て、三度だったかな。三度目の結婚のせいで縛り首になりかけたが、レディ・アラベルに救われた。なるほどな、縛り首になったらよかったのよな。面白い生活をしているようだな。まあそれは前の話だよ。今じゃレディ・アラベルの命令を受けて、盗まれたメダルとはぐれ騎士を追ってタムリエル中を駆け回ってる。慣れてくると悪い人じゃないんだがね。この件が片付いたらもう一度独立するつもりさ、うん、なんかジャカーンってさ、まあ女ったらしだけども、なんかちょっとしっかりしてたような気がしてたんだけど、なんか久しぶりに会ったらなんか鼻につくやつになってんのよ、なんか知らんけどねなんだろうな、あんなやつじゃなかったはずなんだけどな。俺の知ってるジャカーンは、ジャカーンはもう来てほしい時に来てくれる、で助けてくれる、そんなやつだったんだけどね。ギルド将軍クエンティン。いや、戦士ギルドのクエンティン将軍だ。バカロ教の会議は遅れることになりそうだな。何かやることを探さないと頭がおかしくなる。ただ座って待つだけなんて耐えられん。将軍、私も戦士ギルドのアラです。積み荷は港のやつが目を光らせてる。問題ない。嵐が来ていた。これがバカロ教だ。それで遅れたのかもしれない。
私は引き受けた仕事をするだけよ、バカロキョ。あら、見慣れた顔がいるわね。ちょっと手伝ってもらえないかしら。ご無沙汰しております、レディ。その前にちょっとお話を聞かせていただきたい、バカロキョ。レディ・アラベルは時間を無駄にしないな。だからこそ私は彼女を信頼し、揺るぎなき者の会の支援を頼んだのだがな。もっとも、今のところ解決すべき問題があるとも思えないが。まあいい、私に何の用かな。何も選択しないのか。あ、ちょっとごめんなさい、キーボードぶったたいちゃった。この人は倉庫長あるの。ハイアイルで聞き込みをするだけ無意味だ。私は捜査官じゃないが、少なくともここにレディアラベルの船は来てないだろう。来てないのか。何か問題があったんだな。これはギルド賢者ベイレシア。ああ、ベイレシア、また会えたわね。私はバカロ教の会議に魔術師ギルドの代表として来たの、うん、レディアラベルからの呼び出しが来る前にドルイドを探す時間があるといいんだけど。ドルイドの魔術にとても興味があってね。うん、かわいいなベイレシア。服新しくなったの、もしかしてこんなんだったっけ前から。魔術師ギルドのあのいつものやつ着てなかったっけ。また会えて嬉しいわ。ご無沙汰しております、レディ。少し前に片付けた面倒事を覚えているかしら。もちろん覚えておりますよ。実はそれと関係したもっと面倒な問題が起きていて、あなたに頼みたいことがあるの。報酬はとてもいいわよ、それは約束する。詳しく聞くつもりはある？頼みたいこととは何ですか？別におかしな提案じゃないわ。すぐにロマンチックな誘惑をしてる時間はなくなるから。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、うん、来てなくてね。なるほど。島で顔を知られていない人に私の目と耳になってほしいの。なるほどね、目と耳になる。なるほど。あらゆる才能に恵まれて偉業を達成している私でも一度に複数の場所に存在することはできない、うん、だから私に代わり人々と交流して船三隻と積まれていた荷物について知る者がいないか調べてほしいのよ。なるほど、わかりました、手伝いましょう。バカロ教の会議はその積み荷がなければ進められないの、うん、あなたにやってもらいたいことを説明するわ。宿屋と灯台、ロホアブヘイン湾の浅瀬を調べて、情報を知っている者、何かを見た者がいないか探してほしい。その後に北門の外で私と合流しメモを付け合わせましょう。わかりました。調査してほしい場所についてもっと教えてほしいんですが。ええ、あなたはハイアイルに来たばかりだから私よりこの辺りには詳しくないでしょう。何を知りたいの？灯台のことを教えてほしい。ヒナレスの祝福を受けたゴンファローネ岬灯台は町の西の丘に立つ灯台よ。あそこからなら周囲の水域がよく見渡せるわ、うん、もしかしたら灯台森が何かを目にしたかもしれない。なるほど。バカロ教が言っていた嵐のことのように。ええ、船が港にたどり着かなければ嵐にやられたか航路から外れたかを懸念するのは普通よ。灯台森はゴンファローネ湾の入り口を見渡せる。私の船が来ていたなら彼女が見ていたかもしれない。なるほどね。アブヘイン湾の浅瀬のことを教えてほしい。アブヘイン湾の流れは強い。外界からの漂流物がしょっちゅう航路沿いの岸に打ち上げられているの。ハイアイルの貧しい人々が浜辺をくまなくさらってサルベージしているわ。今日はまだ何も見つけていないことを祈りましょう。なるほど。宿のことを教えてほしい。宿屋、古代の怒りは町の門の近くにあってこの島でも人が多いところよ。私の経験から言って噂を集めようと思ったら宿屋に勝るところはないわ。なるほどね。どこから始めればいいですか？好きに決めていいわ。でも急いで。何らかの悪事が起きつつあるという予感がするの。なるほど。私の予感はめったに外れない。会議の話をしていましたね。その話をしてほしい。隣にいる紳士、バカロボロラス教は揺るぎなき者の会の指導者よ。
揺るぎなき者の会は三期戦役の巻き添えになった人々を支援する慈善団体よ、うん、揺るぎなき者の会はこの島である会議を主催することになっているの。なるほど、和平交渉のことか。ねえ、そうだけど詳細は秘密にしておきたい会議の真の趣旨を知っているのは一握りの者だけだから。なるほど、超越騎士団とこの前衝突した時にあなたにも秘密を明かしたわね。でも秘密にしておいて。なるほど。消えた船が見つからなかったらどうなる？その可能性について考えるつもりはない。見つかる可能性が残っている限りはね。はぐらかすようで悪いけど外で話せるような内容ではないのよ、うん、会議が始まってもいないのにもうこんなにぶち当たるなんて。なるほどね、うん、何者だというのはちょっとやめとこうかおバカロ教と倉庫ちょっと話せる。おや、客人かな、それともまたレディアラベルの協力者か。いずれにせよ我らが島へようこそ。私はバカロボロラス、揺るぎなき者の会の創設者だ。君のハイアイルへの旅が穏やかで有益なものであることを願う。まあ大体はそんなことにはなりませんよ沖合で嵐があったと言っていたな。なあ、異常な強さの突風だったが始まった時と同じように唐突に止んだよ。北東の水平線に重い雲が漂っているのが見えた。あの嵐は北東からやってきたのだろう。なるほど。船が遅れたのは風向きが変わるか嵐が止むのを待っていたからかもしれないな。それの船の何が特別なんだ？残念だがそれは機密情報でね。まあそうか。あの船に積まれていたには揺るぎなき者の会が主催する会合に欠かせないものだったとだけ言っておこう。レディアラベルの懸念に同意しないのか？もちろん同意するよ。だがこういう事態においては忍耐が必要だとずっと昔に学んだのでね。妨害があってもその全てが陰謀によるものではないだろうし、遅延の全てがデイドラ教団の仕業ではなかろう、うん、だがもし君が差し迫った脅威を掴んだのならその時は教えてくれよ。なるほどね。揺るぎなき者の会についてもっと教えてほしい。私は慈善活動に力を入れていてね。揺るぎなき者の会は三期戦役に巻き込まれて苦しむ者たちを支援するための組織だよ。負傷者のために救護テントを用意したり食料と水を配給したりできる限りの支援をしているのだ。なるほど。それでなぜ会議を主催するんだ？そう思うだろうな。だがレディアラベルが言った通り今は話せない、うん、消えた船の積み荷を確保するまではな。確保できたら君の質問に何でも答えよう。わかった。なんなら町の広場で会議の目的を叫んでみせようかハイアイルについてもっと教えてほしいんだが。ハイアイルはシストレス諸島で最も重要な島だ。厳密に言えばブレトンの領土だが中立の港として振る舞うようにしている。なるほどね。島の自然の美しさを体験するためタムリエル中から人が来るからな。観光地みたいなところ。まあそのほとんどは貴族だがね。では貴族の保養地なのか？一部はそうだ。だがここには豊かな歴史がある。それに本土で経験するような危険も存在しているのだ。盗賊や海賊、野生動物のようなね。貴族が訪れるからといって保養地だというのは一面的な見方でしかない。なあ、それから姉妹島のアメノスは避けた方がいい。過酷なジャングルに覆われており長い間監獄として使われてきた島だからな。なるほど。どんな囚人のための監獄だ？最初は帝国の政治犯を収容していた。その後は敵対する貴族、海賊や殺人犯たちが送られるようになった。底なしの悪人だな。今日では戦争犯罪者や一定数の戦争捕虜も含まれている。アメノス監獄でなら命をつなげるだろうが、ジャングルでは長くは持つまい。なるほどね。倉庫長あるのか？私は倉庫長だ。魔術師じゃない。そもそも船は港に着かなかったんだろう。私に何をしろと？消えた船についてあまり心配してないようだけど。心配すべきか？レディアラベルは何らかの陰謀を疑ってるが、私の港で不埒な真似はさせん。絶対にな。ゴンファローネ湾の安全は周知の事実だ。厄介事はここからじゃなく本土から来るんだ。なるほどね、そういうことか。もちろん北東の水域は危険だがだから本土から来る船があんまり好きじゃないんだろう。
で、危険？なぜだ？アメノスに近づくほど海流は予測しにくくなる。そして沿岸はいつも嵐にさらされている上、シーエルフの海賊までいるんだぞ。なるほどね。腕利きの船長なら誰でも知ってるさ。レディー・アラベルの船はそれを承知で港に向かったんだ。なるほどね。バカロ卿は強烈な嵐のことを言っていたけど。前も言ったが、アメノス付近の嵐はさほど異常なことじゃない。我々の待つ船がずっと北に流されたとも思えない。念のため部下に浅瀬でナンパの痕跡を探らせてる。何か見つかるとは思えんがな。なるほどね。まずは灯台、影、宿屋を調べようと。なんだろう、テルズ・オブ・トリビュートね。なるほど。まずはじゃあどうしようかな。灯台を調べるか、宿屋か、近いのが一番。宿屋、灯台、影を調べる。よくわかんないけど、まあ行こう。その前にあれだね、旅の祠開けましょうか。開いてないみたいな。あ、そうか。結構ね、いろいろ入り組んでるんですよ。ごちゃごちゃしてんのこの街。そこがいいっちゃいいんだけどね。これはゴンファローネ湾の仕事。剣や弓の扱いを得意か、死をもたらす呪文をたやすく唱えられるか、ハイアイルとアメノスで最も危険な領域を探検する意志はあるか、昔ながらのやり方でゴールドと栄光を手に入れたいか、それならば仕事がある。詳しくはゴンファローネ湾の中央北地区でグルゼクを探せ。デイリーの導入みたいな感じかな。グリテイさん、ん、あ、なんか反応してくれる人もいるな。んーって言われた。熟練のかぐちょっと待って、かぐやなんてあんの。でもレアウィンにもあったね、かぐやね。もうかぐやを置いとくのが当たり前になってきたのかな。ミルザ家庭用品商人。海辺の別荘が欲しいけど家具がないっていうの。ならあなたはいい場所に来たわ。なるほど、家具を売っていますよ。ティーテーブ、ちょっと待って、プレビューで見ようか。あ、綺麗な花売ってんな。これはこのエリア特有だね、これね。マルタ、この辺りはマルタ。まあどこでも売ってるやつだよな、ほとんどは。これは見たことないな、苔むした岩は。あ、こういうのとか、こういうのとか、なんかもう貴族のお庭にね、道の脇に並んでるやつだ、これ。はい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 、なるほど。なんかやっぱあれだね、ハイアイル特有の家具もあります。実績家具商人。入手したばかりの。話聞いてやればよかった。ゴンファローネ湾の旗。なるほどなるほど。テイルズ・オブ・トリビュートの旗。ドレッド・セイルの扉。いいね。ハイアイルのオール。ハイアイルの日時計。ああ、なるほどね、うん。水に浮かべるやつだ、うん。ハイアイルの扉。扉があるってことは、インタラクトが稼働するって感じだね。うん、壁がありそうだな。ハイアイルの霊廟、お墓、うん、ブラッドメイジクリスタルの心臓の霊廟。何これ、気持ち悪い。動いてんね。マオマオのライトニングロッドのレプリカ、招待メドレーのレプリカ。なるほどなるほど、はいはい。この辺りだからあれだね、ハイアイルの実績でまあ購入できるようになってくるよと、まあいうことでしょうね。さて行きますか。ちょっとまあいろいろ気になるな。セラディアさん、前回の航海で一度だけ船酔いになったわ。お祝いすべきかしら。かぶっているなんか兜なのか、なんか帽子なのか知らないけども、いい感じだな。ガスパール、
釣ったばかりの魚を欲しくないかと言いたいところだが、今日はついてなかったな。悪いが譲ってやれる分がないんだ。これブレトンでも魚釣り師はこれなんだね。カジートとかああいうアルゴニアンだけかと思ってた。ハイアイル周辺の海が普段より騒がしいみたいね。波にさらわれないように気をつけなさい。何乗りなんだなこの人。パージットさんはね、顔にすげえ傷ある。でここが出入り。もしかして仕事を探してない？仕事を探してるけど、ちょっと待ってちょうだい。仕事があるぞグルゼグ。新顔だな。布告を見てここに来たんだろう。そうだ。そうに決まってる。お前さんが仕事を欲する恐れ知らずなら、ちょっと話を聞いていけ。心配するな。俺はゴンファローネ湾の当局からちゃんと承認を受けた代理人だ。どんな仕事があるんだ？誤解してるな。俺は雇い主じゃなく代理人だ。管理人とも言えるな。仕事の仲買人がいい仕事をするよう見張ってる。なるほど。ウェイロットかパリッセ・プロフ、ドルイド・ピースカと話せ。ドルイド・ピースカ。彼らは毎日のように冒険者を雇ってる。仕事の、仲買人と依頼について詳しく教えてほしい。好奇心があって慎重、良き冒険者の資質だな。それを持つ者は長生きできる。まあ長く生きてきた。それで何を知りたい？ウェイロットの仕事について詳しく教えてほしい。ウェイロットはゴンファローネ湾の実業家の話を取りまとめて冒険者に依頼を出してるんだ。なるほど。彼の依頼は品物の調達や特定の場所で材料を集める仕事だな。冒険者が単独でこなせる内容だぞ。なるほどね。パリッセ・プロフの仕事について詳しく教えてくれ。シストレス諸島の衛兵や様々な騎士団は助けを必要とすることがある。恐ろしい怪物が島の手つかずの地域をうろついている場合なんかはな。なるほど。そういう難しい仕事のためパリッセが人を募集してる。つるむ仲間が必要になるぞ。なるほど。一人じゃ難しいから仲間と行けよと。ドロイドピースカの仕事について詳しく教えてくれ。最近は溶岩の裂け目の問題が起きてるんだ。ああ、なるほどね。いろいろな場所に出現し、溶岩や奇妙な獣を吐き出して周囲を危険にさらしてる、うん、ドロイドピースカから詳しく聞くといい。グループを組んで仕事をした方がいいぞ。わかった。準備はできてる。どうすれば仕事を受けられる？ゴラップルにこの牙を通すくらい簡単だ。ゴラップルってなんだ？一人で仕事をやるのが好きならウェイロットと会え。誰かと一緒にやりたければパリッセかドルイドピースかと話してみろ。本気である証拠として前払い金をやろう。ありがとう。いいか、ウェイロットは一人でできる仕事、パリッセとドルイドピースかはグループでないと安全に行えない仕事を扱ってる、うん、任務を完了するたびたっぷり報酬をもらえるぞ。保証する。ゴンファローネ湾の町のために働いてると言ったか？ああ、今ちょうど重要なことが起きてるんだ。重要すぎて俺でさえ詳細は全て知らないんだ。だがそのせいで衛兵も騎士もとても忙しい。だから貴族に頼まれ、仕事の仲買人の働きを見て人を採用に来た。なるほどな。特にこれといった貴族があるのか？まあハイアイルのことになるとデュフォート家が払うことが多いな。アメノスで何かあるなら大抵モーナード家の問題だ。ストーンロアサークルのドルイドは溶岩の裂け目の問題で報酬を出してる。はい、ちょっとごめんね。重要なことと言ったか？それは俺の影響が及ぶ範囲じゃない。だが貴族や揺るぎなき者の会がここハイアイルで何らかの会合を行うために代表団を集めてるんだよ。何が起きてるかは分からんが、衛兵と騎士団が忙しくしてる、うん、なるほど。とりあえず全部受けよう。ドルイドピースか。決意ができたよね。島中に現れた火山の裂け目に対処するため協力を頼めない？こうやっぱ銅の部分よおかしいよね。やっぱね、こういうデザインなのかなとか思ってたけど。でどうした？島の火山の活動が危険な水準に達してるようなの。原因となった力を何とかして抑え込まないとみんなが溶岩に流されてしまう、うん、ストーンロアサークルのドルイドが止めようとしてるけど助けが必要よ。なるほどな。手伝えることはあるか？
活発な火山の裂け目へ行って活動を妨げて、それで時間が稼げる。ただし気をつけて、熱で溶けた獣がそこら中をうろついている。切り抜けるには集団で行った方がいい。報酬はたっぷり出すけど、どう？わかった。じゃあ部隊を集めて溶岩の裂け目に対処しよう。協力してくれてありがとう。あなたは強そうだし、きっと強い仲間もいるんでしょ。あなたたちならきっとすぐに解決できる。どうやってアルゴニアがストーンロアサークルのドロイドに入ったんだ？奇妙に思うかもしれないわね。私は最初にここへ来た時、ストーンロアサークルの仕事に興味を持ったの。イフレはただシシスのご意志を伝える存在だと思い始めた。変化は自然の掟に従う。木は上でなく下に倒れるでしょ。うん。他のドロイドに受け入れられているのか？拒絶はされなかった。受け入れられることにはあまり興味がないの。私は自分をドルイドだと思ってるけど、同意しない者もいるかもしれないわね。それでもこうして彼らを代表し、裂け目の件で手伝いを求めることを許してくれた。じゃあ認められているんだろう。ドルイドのサークルについてもっと教えてくれないか？シストレス諸島周辺にはサークルが3つある、うん、私はストーンロアサークルのものよ。なるほど。友好的でハイアイルの他の住民と仲良くやろうとしてる。エルダータイドサークルはそうじゃない。小さいけど敵対的なの。なるほど。3番目はファイアソングサークルよ。最古のサークルだけど話したくない。なんでだ。まあいいか。火山の裂け目についてどう対処すればいい？グループでやる必要があると話したわね。うん。一人でやるには大きすぎる仕事よ。なるほど。裂け目へ行き、火山を噴火させようとしてるドルイドを倒すの。ドルイドを倒す。どんな力を使ってるのか知らないけど止めないと。わかった。ウェイロット、お前がタムリスのキャンプを救ってリーザルジョルを殺したのか？誰の話？奴が苦しんだといいが。あ、あれね。はいはいはい。あれだ。リベンスパイアのやつだ、ね、友達の間でたかるってのはどういうこと？タムリス家の、女王、どこだった？まあいいか。今はいいだろそんな話。ようこそ冒険者よ。一人でこなせる仕事を探しているのか？ああそうだ。私はちょうどそういう仕事を斡旋していてな。興味があるなら声をかけてくれ。興味がある。教えてくれ。よかった。アルバトロス騎士団の老いた騎士であるチャールズ卿が若く能力がある冒険者をご所望だ。なるほど。あんまり若くない。目的地は危険なデスバロー砦の遺跡。砦にいた騎士団はもう誰も残っていないから仕事を頼めないのだ。でどんな仕事だ？死んだ騎士の頭蓋骨を集め持ち帰る仕事だ。なんだその仕事。集めた遺骨は私が預かり、チャールズ卿に渡し埋葬してもらう。埋葬するために、ね、詳しい話が聞きたければこの町の聖堂に行ってくれ。チャールズ卿はそこにいるはずだ。引き受けてくれるか？わかった。じゃあデスバロー砦に向かって頭蓋骨集めてこよう。成功の知らせを持ち帰ることを楽しみにしているぞ。報酬が待っているからな。こういう仕事には誰が金を払っているんだ？それは依頼人によるな、うん、私の雇い主はデュフォート家。ハイアイルを取り仕切ってるとも言える一族だ。だが報酬を支払う余裕のある商人や騎士団、裕福な個人からの仕事もあるぞ。なるほどね。まあその依頼主に金払わせてると。私はその仲介人、あ、まあ仲買人として仲介料をもらってるってことだね。あなたは強そうだし勇敢そうね。能力は十分、機転も利きそう。あれ、もう行ったっけ？うん。とにかくグループで行う仕事に興味はない？支払いはいいわよ。あなたの着てる鎧に興味があるの。私は仕事に興味がある。ソウルレイザーの騎士を見たことはある？ない。資料術で動かされている鎧のことよ。へえ。これまで聞いたこともないほど大きなソウルレイザーが揺るぎなき邸宅の近くで巡礼中の司祭を脅かしてるの。なるほど。司祭たちはそのソウルレイザーをサーベルナイトと名付け滅ぼしたがってる。名前つけちゃうんだね。滅ぼしたがってんの。他にはサーベルナイトは資料術の力を残していくの。奴が残した闇の力を浄化する水で消さないといけないわ。なるほどね。聖堂にいる女司祭ニロナから小瓶を預かってる。詳しくは本人から聞いてみて。まだ興味を失ってない？もちろんだ。サーベルナイトを破壊して近くの闇の泉を浄化してこよう。報酬については心配いらないわ。デュフォート家は仕事をした傭兵に支払いができるだけの金貨は常備してる。
もちろん生きて帰ってくればだけど。もちろん生きて帰ってくる。どうすればサーベルナイトを破壊できる。私は資料術の専門家じゃないけど、多分動かなくなるまで攻撃すればいいんじゃない。そりゃそうだろうけど。でも気をつけてね。なんかコツの話を聞いてる。犠牲者の遺体を資料術で動かしてる。なるほど。あなたは仲間入りしないでね。つまりそいつだけと戦うって感じじゃないな。で、誰に雇われているんだ。私はデュフォート家に雇われた者。ハイアイルの騎士団や領主、商人、友好的なドルイドが変わった問題に対処できるようにしてるの。なるほど。ハイアイルの問題とあなたのような冒険者の仲介人だと思って。うん。シストレス諸島には深刻な問題はよくあるのか。そんなことはないわ。でも諸島には手つかずの自然が多いし、昔から定住者のいない場所もある。市街地を離れれば敵対的なドルイドや危険な獣、闇の騎士なんかがいるのよ。なるほどね。よし、じゃあまずは話を聞いてこようか。休みが取れたらな。まず宿屋に行くか。あ、ちょっと待って、馬屋がここにある。タリラン、この者はある人物を待っている。あんたがその人物じゃないのは確かだ。早く行ってくれ。タリランはあんたに用事がない。そういうことにしておいた方がいい。タリランってあれだよね、あの導入クエストであったよね。なんかこんな雰囲気だった猫がいたな。ジャカーンの知り合いみたいな。ジャカーンに貸しがあるみたいな。貸しがあるじゃない、金の貸し借りがある人だね。不幸な騎乗動物はいない。でも乗り手は不幸なこともあるでしょ。で、何かよ。どうしようかな。運搬能力の前にスタミナか。10ずつ上げていこう。敵を話をどっかでしたな。ファブレレヤシエン。あなたは悪党に見えないけど、うん、この辺りの出身じゃなさそうね。そうだな。私にはわかるのよ。まあゴンファローネ湾での滞在を楽しんで、みんなここをいい場所にしたいのよ。うん。じゃあ行きますか、宿屋に。デイン君さん、まだ何か。ゆっくり飲みたいんだが。あ、すいませんね、邪魔してね。ビリンベルク、ちょっとカメラ寄せる。地道に働くのが一番だよな。寝るところと腹いっぱい食える金があれば十分だ。まあな。騎士が強盗をしたりキャラバンを荒らしたりしてるらしいぞ。誰かが何とかしないと。どうやら私のようだな、それを何とかするの。いやあ、泥棒騎士の一団がゴンファローネ湾への道で旅人を襲っている話は聞いているから。いや、初めて聞いた。ハイアイルには交易に来たんだが、内陸から品物を手に入れるのは今や博打だよ。泥棒騎士とは？超越騎士団と名乗るならず者たちだ。本土でだけ暴れ回ってるんだと思ってたが、このハイアイルにも現れた。どうやらそのようだな。私に言わせれば騎士なんかじゃない。騒ぎを起こすならず者だ。今度は町の壁の外でキャラバンを襲ってるらしいぞ。なるほどね、面白い。噂といえば消えた三隻の船のことを何か知っているか。特には知らないな。だが着飾った貴族が倉庫長を困らせてるのなら見たぞ。レディアラベル。まあ船が消える理由なんていくらでもある。嵐に海賊、風の具合に使えない航海士、うん、向こうのデイン軍曹に聞いてみたらどうだ。シストレスの衛兵だから詳しいはずだ。なるほど、聞いてみよう話。コルテッタ、ズレが欲しいならおごってくれなきゃ。バカなことをしでかすにはまだまだ余韻が足りないわ。何それ。壁の大きなサメについて何か知っているか。ああ、あれは例の入江の破壊者よ。60年前に外界からアブヘイン湾にやってきた。そして近くを通る者がいれば全て襲ったのよね。ここと前期と合わせて11人ほどやられた。とにかくここの所有者よ。サメがこの宿屋を所有している。そうよ。犠牲者の一人は古代の怒りの所有者、マシアナ・ストームスプレーだった。彼女は船長。実際のところ半分海賊でゴンファローネ湾で隠居し、
古代の怒りを買った。なるほど。でも退屈して破壊者を借りに出た。だからといってどうしてサメが宿屋の所有者になるんだ。聞いた話によると、マシアナ船長は正々堂々と戦って彼女に勝てた者には宿屋をやると言ってたらしいの。サメにやられた時、町の人はその願いを尊重した。だから今でも入江の破壊者が古代の怒りの正式な持ち主なの。なるほどね。つまり今この場には正式な持ち主はいないと。入江の破壊者が、うん、ってことだね。伝軍曹、はあ、なんだ、私は非番だぞ。すいません。苦情は他の衛兵に言うんだな。遭難した3隻の船の情報を探してるんだ。何か知らないか。我々の担当はハイアイルだ。到着していない船は管轄外だぞ。なるほど。それに超越騎士団とかいうやつらで手一杯だ。あいつらは島中で問題を起こしている。超越騎士団について知ってることは。単に武装が充実した盗賊じゃないってことぐらいだ。やつらは貧乏な連中を集めて頭数を増やしてる。そして今じゃ正義のための戦いと称してキャラバンを襲うようになった。なるほどね。正義の使者が兜と仮面で顔を隠したりするものか。で、超越騎士団の狙いは。やつらは反抗的だ。権力者どもが権力を乱用し、ルビーの玉座をめぐって争ってるとほざいてる。最初は小さな存在だったんだ。衛兵を挑発し暴動を煽り、小規模な破壊工作をする程度のな。が今や人を傷つけるようになった。なるほど、教えてくれてありがとう。まだ何か。ゆっくり飲みたいんだが、うん、超越騎士団が問題を起こしていると言ったな。衛兵は止められないのか。それはシストレスの衛兵だって普通の盗賊なら対処できる。だが数を揃えて超越騎士団の略奪者に対処させようとすると、顔のない騎士どもはいなくなるんだよ。数が足りなければ衛兵たちは戻ってこない。顔がないということだ。顔がないも同然なんだ。通常ほとんどの騎士は自分の紋章を誇示するだろ、うん、装備を家の色に染め、盾に家紋を飾る。やあやあ我こそはってやつだな。なるほどね。だが超越騎士団は兜を脱がず、紋章もない。どこの誰だかわからんのだ。なるほど。他には何か情報はないのか。なさそうなんていうし。すっかり夜だな。さてと、街中でやれることはまずはここだね。聖堂へ行こう。おお、なんかやってんね。エスミーシエレ、あ、魔術師ギルドの子だ。いや、やれるはずよ。もうすぐアルテイム最高の魔術職人に匹敵する呪文配列ができる。ごめんね、邪魔してそんな時に。レブス・カルバス。俺は戦士ギルドのレブス・キャブス。キャブス。三同盟の密偵だ。三同盟がこの諸島で共同の事業を行う際の連絡係を務めてる。なるほど。その事業ってのが何か教えてもらえればもっといい仕事ができるんだがな。今のところ秘密らしいな。キナレス。キナレスなのかな。タコの盾。お、なんかやってるぞ。なんか会話あんじゃないのこれ。ちょっと見てる。なさそう。すぐな。さっさと行って。ここらにはよく膨らんだポケットがたくさんあって、それを軽くしてやってるんだ。注目されたくないんだよ。言うのそれ。自分が盗賊ですって言うの。感じなかったの。大地が動いているわ。神々が大怒りなのよ。感じてないな。それ地震かい。泣いた女子サイニーロナ。感じる。あなた、私がパリステプロフに渡した浄化の水を持っているのね。気をつけて進みなさい。ソウルレイザーの騎士は全て強敵。サーベルナイトは
その中の最初にして最強格の騎士。あなたのために祈ろう。サーベルナイトについて教えてくれないか。伝説によると、戦闘で役立つように狩猟術師が鎧に魔法をかけたのが始まり。なるほど。狩猟術師は魔法をかけ終わって間もなく死に、サーベルナイトは抑制が効かなくなった、うん、それ以来さまよいながら闇の魔術を広げているそうだ。なんかめっちゃ売れてんの。パリッセプロフによれば巡礼が脅かされているそうだな。ええ、サーベルナイトは口を聞かない。思考力がない可能性も十分にある。なるほど。でも神々に仕えるものを襲い、神聖な場所を狙う。残っているのかもしれない、この哀れな騎士を作ったものの闇の願望が。なるほどね。可愛らしい服着る。この服いいよな、ニロナー主催のコスチュームで出してくんないかな。リスティエン司祭。ドルイドたちを哀れに思うよ。彼らは真の神々の存在を感じないのだ。そのせいは悲惨なものに違いない。そんなことないはずだ。ストーンロアサークルのドルイドたちはそれなりに友好的だが、彼らの大部分は私の説教に出席するつもりがない。こっち何があるんだ。港につながっている感じなのかな。あんまりこっちの方来たことないね。オードリン・ヘーマントの家。いいな、庭があって。ここいい場所だね、ここね。この家。エアクケズ。上の方にある邸宅が見えるか？ああ、見えるよ。マンドレイクて、捜査官ヴェイルに出てくるようなところだ。なるほど。さまざまな人々があそこを出入りしている。疑り深いものなら何が起きているのかと気にするだろうな。なるほどな、いい情報ありがとう。いい情報持ってるのは大体ああいうやつ。さてと、チャールズと話そうか。中にいるみたいだ。風の聖堂、なぜかアーケイが祀られてる。風の聖堂って言ったね。どこにいるんだ。いた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 。チャールズ・ハールム教貴族だね。お前は八大神を信奉する者か。あ、いいおじいちゃん。祈りを捧げに来たのか、それとも私を探してきたのか。ウェイロットがようやく私の依頼を受けてくれる者を見つけたのだな。デスバロー砦で倒れた騎士の頭蓋骨を集めるためウェイルトに雇われた。そうか、あそこの哀れな者たちはあまりにも長い間放置されている。騎士も騎士団もあんなことになってしまって本当に残念だ。私はもう危険な砦に行けるような年ではない、うん、代わりにやってくれると嬉しい。もちろん私が代わり。なぜ違う騎士団の死んだ騎士を気にするんですか。どの騎士団に所属する騎士であろうとしっかり弔ってやりたいだけだ。遺骨がまだあの古い砦に残されていると聞いて、できるだけのことをしたいと思ったんだ。いいおじいちゃん。年老いた私ではあの廃墟に潜む危険への対処はできないが、金ならある。それなら役に立つだろう。なるほど。砦の廃墟で発見してほしいものと出くわしそうなものの情報はありますか。頭蓋骨を見つけてくれるだけでいい。司祭が儀式を行って安らかに眠らせてやれる、うん、砦についてはあらゆるアンデッドが住み着いているという話だ。なるほどね。あそこで何が起きたのかは不明だが、騎士団は元に戻らなかった、うん、何か呪いをかけられたのかな。カブド待つんだ。カブド話しかけれなかった。ノレオンパニって、うん、他にはコベンティーナ・パンタス。来る前に足は洗った。失礼なことは言いたくないけど、ここに来る人々の足はね、特に港から来る連中はひどくて。なるほど、ちゃんとお風呂に入っています。大丈夫です。
よしと、じゃあ町の中でやれることはこれで終わったかな。行きましょうか。まずは砦じゃねえや、灯台行こうか。町を横切って行きましょうか。この町のなんだろうな、こう作りをね、なんだ今ちょっとよくやっぱ知っとかなきゃね、使い勝手は悪いと思う。サメの話してたね、お前か。このままでいいのかな。なんか至る所になんか盗賊だったりなんか暗殺者っぽいやつがいる。なんか洗濯物干したな、ここになんかいるのか、ここに。まあ港の人たちか。あぶ、何の用だ。何の用もないよ、おとなしくしていればな。チャーベルパマーク。金貨が十分に溜まったら故郷に帰るんだ。あそこなら死んだ魚と海水の匂いを四六時中嗅がなくて済む。なるほど。ラズラ、話しかけたっけ、ラズラ。ああ、美人なレッドガードの姉さんでした。こういう立ち姿の人多いな。マリアンヌ。それは何？声の割には若い、声が若いね、このおばあちゃんは。おばあちゃんなのかもわかんないし、まず道が違え、わかるんだ。なんかこういう人たちをこう追いかけていくとさ、なんかちょっと仕事してるところを目撃したりするんじゃないの。あ、ララヘイがいるってことは、この辺りは。まだやってんのかな。まだやってるな。まだなんかあのスイートマーザーの儀式やってる。なんだ。積み荷は港のやつが目を光らせてる。問題ない。嵐が来ていた。こっちに。それで遅れたのかもしれない。私は引き受けた仕事をするだけよ、バカロキョ。あら、見慣れた顔がいるわね。ちょっと手伝ってもらえないかしら。あれ。そこでもしかしてクエスト受けれた。なんかもういちいち綺麗なんだよね、いろんなところが。本当はもうすぐにでも冒険に飛び出してね、うん、まあ多分ねこれ見ている方々も多分モヤモヤしてると思うんですよ。早く外出ろよと。なんかでもこの街のね感じというこの夜の街の感じもまた良くてね、上にああやって衛兵がちゃんと見張りしてんだなとかね。これ昼間だと気づかないでしょ、夜だとあの松明持ってるから気づくなとかね。なんだろう、こういったこう倉庫とか気になっちゃう。まあでも行こうか。で、灯台にまず行くんだと。灯台はこれね、このまっすぐ行ったら脇道が出てくる。あ、そうだ、ちょっと待ってね、あのさ、そうそうそう、テンプラーのちょっとスキルの構成というか変わったのよ。今までさ、この槍ツンツンと呼ばれているね、うん、この鋭い突き、これに発動すると残忍強と魔術強が付与されるようになったわけ。つまりこれを使っていればね、まあ呪文ダメージ、武器ダメージが 20% ね、上昇した状態で戦えるの。で、今まではそれを、こう、
この両手武器の、ね、先導で、まあ、得てたわけ、ね、残忍鏡と魔術でもなんか略されちゃってるけど、ね、呪文ダメージ武器ダメージ 20% これが20秒の間っていうのを使ってたんだけど、どうやらもうやりつんつんでこと足りるから、まあ、これを外したわけ、うん、でも今までこのやりつんつんに、あれがついてたのよ。なんだったっけな、魔術師ギルドのスキルライン、これだ、これね、ドモ鏡と予言鏡、ね、武器と呪文のクリティカルが2629増加する、これがついてたんだけどなくなっちゃったんだよ、うん、じゃあどうしようかと。このね、松明なんだろうこれ、明け明かり何て読むのか分からんけど、まあこれを入れるとか、戦士ギルドのね、まあ狩りの達人入れるとかね、これもスロットに装備してるだけでこれが入るんでにしようかなとか思ってたんだけど、まあなんかちょっとどっかにもしかしたら追加されてねえかなとか思って、まあクラススキルよく見てみたらですよ、これかな、太陽の炎の変異、ね、吸血鬼の薬剤、うん、これに移ってた。このアビリティを使用するとドーモ鏡と予言鏡が付与され、移ってたというか前からあったよねこれね、だから2種類あったんじゃなかった、もしかしたらドーモ鏡予言鏡が得られるのがテンプラーには2つあったんじゃないかな、もしかしたら私の認識が甘くて、もともとこれだったんだ、残忍鏡呪文鏡魔術鏡だったんだけど、私が同じように捉えてて、まあ、クリティカルアップしかねえなと思ってただけなのかもしれない。だからもうこの吸血鬼の薬剤を使いながらやりツンツンして、まあ、武器ダメージ呪文ダメージ上げつつクリティカル上げつつ戦っていくスタイルに今後はしていこうという感じにちょっと変えましたよというお知らせ手だけなんだろう、これちょいちょい見かけんだけど、これもなんかあんのかな、熱くない溶岩ね、全然熱くないですジルベタイトになっちゃう、ミディアムはねダークエルフだから見慣れたもんでしょうね、溶岩なんて。ここか、この道だあれだね、灯台。これなんだ、家があるな。え、超越の黒き暗き夢。ちょっと待って、なんだ何かいるな。家の中、これなんだよ。インプ、インプ、クライス、インプめ。あ、ちょっと待ってね。ちょっといいですか。設定アドオンアズラ。ターゲットデバフを上に変えちゃおうかな。こっちの方が見やすいわきっと。いるな、超越の民兵、なんかいるぞプレイヤーが、なんかクエストで来るんだろうなきっとな。ほっ、もういい、めんどくせえ、カメラが近すぎる。っていう、何なんだこれ。あんまりまだ来ない方がいいか。先に来ない方がいいな。なんか行けって言われたら行こう。きっとなんかあるだろう。
キナレスが見守っているよ。この像めっちゃ欲しいんだけど。これだな。気をつけろよミリー。何がいるか分からんぞこれ。あ、もう上だ。え、びっくりした。プレイヤーさんがいたよ。ここにもいるな。灯台の番人ムノア。失礼、旅の方。かわいい。あの邪悪な騎士たちが戻ってきたのかと思った。いや、私は邪悪な騎士だ。ごめんなさい。心臓が戻ってくるようお祈りを続けないといけないの。あれがないとこの塔の光は暗いままよ。灯台の炎に何が起きたんだ。この灯台は風と海の神キナレスに祝福された特別な灯台なの、うん、この灯台が海を照らす火は炎じゃない、キナレス自身の神聖な光なのよ。なるほどね。でも心臓がなければ光は輝かない。その大切な心臓が盗まれてしまったの。盗まれてしまったの。誰が心臓を盗んだんだ。紋章のない制服を着た騎士団が侵入しキナレスの心臓を奪ったの。超越騎士団か。像を抱えて西に逃げるのを見たわ。その厚かましいお願いだけど、火を元に戻すため心臓を取り返してくれない。騎士たちのことを最初に知りたい。なんてこと。騎士たちのことを最初に知りたい。格好こそ騎士風だったけど、私を襲った悪党は強盗や無法者みたいだったわ。まあなるほどね。見た目だけだ。正体が何であれ危険な連中よ。気をつけて。あなたに風の加護がありますように。我が他騎士を見つけて心臓を取り返そう。旅の方、あなたに祝福を。ご存じないかもしれないけど、私の教団にとっては単なる灯台じゃない。この光はキナレスの祝福を陸と海に投げかけているの。心臓を取り戻さないと。灯台についての他に知っていることは。見事なものでしょ。これはゴンファローネ岬に立つ二つ目の灯台で、一世紀初期にできたものなの。ここで仕事を引き受けた当初はひどい状態だった。危険さえ感じたわ。今は大丈夫そうだな。数年前、エリア・デュフォート女公爵がお父様の仕事を引き継いだ時、大改築を命じたの。彼女はゴンファローネ湾の貿易を守りたかったのだろうけど、灯台の再建に資金を惜しみなく投入してくださったわ。うん、なるほどね。ディフォート家っていうのはあれだね、いろんな良きことをこのハイアイルにしてるんだね。混じり気なしのいい人たちなのかな。でもやっぱり裏に政治が絡んでたりするんだろうな、きっと。ブレトンの貴族社会だからね。そういうのがちょっと見え隠れするのもちょっと面白いかもしれないね。ドラゴンソン、ドラゴンソンいっぱい生えてるの。ここが火山の裂け目。今のところ何も起きてない。この先だ。あれだな。いるね。おっと、いたんか。
あれか、あれだな。こいつ、下がって。よし。すみませんね、急に。で、東大の命令。騎士ステゴル、新人の一団をゴンファローネ岬の灯台に連れて行き、キナレスの偶像を取り除け。王は火を消して近いうちに到着する船にキナレスの導きを与えないようにすることをお望みだ。偶像を傷つけ万人に危害を加えることはやむを得ない場合を除き避けよ。灯台を永遠に暗くしておきたいわけではない。偶像を取り適当な隠し場所を見つけ次の指示を待つだけでいい。超越の魔導士、なんかあれだな、無駄な人殺しはしない感じだね。悪者ではあっても、これがキナレスの偶像欲しいな。これ2冊読む、同じやつでいいんだ。手に入れたはず。そんな奴らを消え伏せていってしまったけど、じゃあ私も無駄にはやらないようにしよう。夜の海も綺麗だな。なんかやっぱりあれだね、近いからなのか知らないけども、やっぱサマーセットにちょっと海岸が似てるね、うん。ファローの岬灯台、心臓を持って戻ったのね。ああ戻った。ここに置いて私が光を呼ぶから。分かった。キナレスよ、そこでいいの？この旅人が聖なる地の汚れを正してくれました。再び私たちに祝福を与え、地と海を見守る光をお与えください。ああ本当だ、ずいぶん弱い光だけど大丈夫？いや、弱くない。反射板があんまり光ってないんだけど、なんだろうな、ちょっと不思議だね。キナレスが輝かせてるみたいな。どれだけ感謝してもしきれないわ。眩しいよ、見えない。心臓が戻り、光は再び灯された。これで多くの疲れた旅人に安全な道を示せるわ。女優ライトみたいな。何かお返しできることはある？祝福を授けましょうか。船が3隻ゴンファローネ湾に到着しなかった。ここで何かを見たか。うん、灯台が襲われた直後、水平線の彼方に3隻の船が見えたわ。それだな。すると急に雲が暗くなってひどい嵐になった。その後船が見えなくなったの。なるほど。航路から押し流されてしまったのかもしれないわ。そういう天候はよくあることなのか。アメノスは嵐で知られているけど、いつもキナレスがハイアイルに穏やかな天候を恵んでくださっているの。なんというか、あの嵐は不自然だった。キナレスの心臓が奪われた直後に発生したことも含めてね。なるほど。騎士たちが灯台を襲ったのはそのためだったと思うか。この心臓は灯台の外に持ち出されると光を放てないの、うん、我が教団はキナレスの光がハイアイルを祝福していると信じているわ。あの騎士団が心臓を奪ったのは加護を消し去るためだとしか考えられない。本当にゾッとするわ。なるほどね。3隻の船、みんな覚えてるかな、ハイアイルのさ一番最初のトレーラー、
ね、各同盟から一隻ずつね、エボンハート、ダガーホール、アルドメリの船がこのハイアイルに向かってくるでしょ。あれが3隻の船だったのよ。つまりあれのことを指しているんだと、うん、でなんかトレーラーがね、終わると、なんかこうトレーラーが終わるというか、後半になんか超越のね、王がその船を3隻なんかこう見て、なんか悪巧みしてる感じ、うん、で次のトレーラーではなんだろうな、各英雄がこのハイアイルにたどり着いてるんだけど、ダガーホールだけは船がナンパした、うん、ナンパしたというか、なんか船のもう木図の中から現れるじゃない。つまりなんかあったんだなと、うん、その流れを今ちょっとクエストで追いかけてるんじゃないかなっていう思うのよ、そのトレーラーのね、うん、ストーリーを。で次どこだっけ、影を調べる。その前に寄れるところは寄ってきてえな。ワールドボスサーベルナイト、ちょっと見ていこうか。